ザルツブルク市街の歴史地区、ザルツブルク市街の歴史地区、ザルツブルク市街の歴史地区、ヒストリックセンターオブザシティオブザルツブルグは、オーストリア共和国の世界遺産の一つ、ドイツとの国境に近い、オーストリア北西部ザルツブルク州の州都ザルツブルクに、所在する。紀元前より、岩塩の交易によって栄えてきた、この町は、ザルツ、塩のブルク、城と呼称されてきた。 中世において、塩は、白い黄金と呼ばれるほど貴重なものであった。旧世紀には、死教座が置かれて、宗教都市として栄え、ザルツァッハ河佐岩の旧市街には、教会や歴史的建造物が数多く建てられ、北のローマあるいは、北のフィレンツェと称された。1996年、世界遺産、文化遺産に登録されたが、オーストリア国内では、ウィーンのチェーンブルン宮殿と、 庭園群と並んで、初の世界遺産登録であった。教会国家としての長い歴史にちなむ遺産、バロック時代に由来する多くの建築物群、モーツァルトの聖火など音楽にまつわる多くの遺産で知られる。古来、塩の交易で栄えてきたザルツブルクであるが、都市としての歴史は、696年、ラインフランケン地方の死教であったが亡命し、 バイエルンのテオド大公が彼のために西は、キーム税から南ザルザフハ川上流の土地を寄進、司教区間か土とすることを認めて、彼がメンヒソベルク三陸に、聖ペーター創院協会を創設したことに遡る。以後、8世紀には、最初の大聖堂が、大衆動院司祭によって創設され、九世紀には、司教座が置かれて、司教都市となり、 12世紀中頃までには小規模ながら市民都市としての姿が出来上がった。13世紀後半、ザルツブルクは大司教の支配する一置広告となり、商品中継地となっていた市民の多くはそのことを嫌ったという。1481年、新聖ローマ帝国直属の都市となって、以来、大司教は世俗の領主を兼ねて、宗教と政治を共に支配する絶大な権力者となり、 1511年、ザルツブルクに帝国自由都市の地位を獲得させようと、牛民層の努力は、封建領主でもあった大司教の手によって挫折させられた。その後、大司教を、在位1587年から1612年、都によって都市のバロック化が始まっている。現在、セントラル、旧市街と呼ばれるザルツアッハカワサガン地域には、大聖堂、 ホーエンザルツブルク城、聖ペーター,ソーイ院教会、レジデンツなどの歴史的建造物があり、史壁や中世都市の構造をよく残した数々の工事がある。モーツァルトの聖火やミハイル・ハイドンの墓など音楽家にまつわる旧跡も多い。最初のドームは774年に前期、ロマネスク建築によるメンヒスベルクの山裾に創設されたもので、 司教生ビルギリウスが大聖堂を剣道し、その後の図書館や学校の基礎となった。その後の数世紀、教会はその影響力を絶えず広げようとし、寄進や寄付あるいは特権によって守られた宗教的な地位を世俗的な権力を強めるためにも活用した。二度目のドームは1181年から1200年頃にかけて高キロマネスク様式に改築された。 アルプスイ北では唯一振動が5つあるバシリカ様式の建築でドイツ皇帝制度との混合形式である一領主である司教がこのように優れた建築物を作ることができたのは教会所有地の収入のほか、ハラインの岩塩採掘タウエルンの金採工での収入によるものであった今日のザルツブルク大制度は1628年に バロック様式によって建て直されたものである。ザルツブルクの歴史において最も華麗な祝典は1628年の大聖堂の剣道式であったが、それは30年戦争の最中の出来事であった。イタリア出身のヴィンチェンツォスカモッチ、1548年から1616 16年の設計案が廃案となり、同じくイタリア出身のサンティーノ・ソラーリを 156年から1646年によって設計された大聖堂はドームの乗る、大理石の相当を持ち、ペディメントを挟んで構成されたファサードを特徴とする。多数の彫刻によって装飾され、内装は光の効果をふんだんに利用しており、イタリアのバロック様式を取り入れた美しい建築で知られる。1万人もの人員が収容可能であり、大規模なミサが取り行われ、 また、ヨーロッパ最大のパイプオルガンを所蔵している。1961年に設けられた聖堂の鐘も、ドイツ語圏では最大のものである。1959年には、改修を受けている。この聖堂前を舞台に1920年以来、戯曲、イエーダーマンが上演され、これがザルツブルク音楽祭のオープニングになっている。なお、この音楽祭の発案者は、 イエーダーマンの作者でもある世紀末ウィーンの文豪、フーゴフォン・ホーフマン・スタールであった。大聖堂から少し離れた聖ペーター総員協会の西側には、クレメンス・ホルツマイスターの設計により1960年に完成したザルツブルク祝祭大劇場があり、ステージの規模は世界最大級を誇る。大劇場のこけら落としは、ザルツブルク出身のヘルベルト・フォンからヤン式の バラの騎士であった。祝祭劇場は大劇場、小劇場、ベンヒスベルクさんの岩肌を削って作られたフェルゼンライトシューレよりなる。フェルゼンライトシューレはかつて歌き場学校として利用されたが、現在は魔敵の上演などにおいて独特の舞台を提供している。映画サウンド・オブ・ミュージック1965年のコンテストの会場になったことでも有名である。 は、聖、ルーペルトが696年に開いたベネディクト派の教会であり、ドイツ語圏の中では最も古いとされる男子修道院である。当初は、ロマネスク様式を主として建てられ、三老式橋理科の形式を持ち、回廊勢力や玄関には、ロマネスク様式のマリア礼拝堂には、初期ゴシック様式の古い建築様式を今に伝えている。 18世紀後半には、高機場ロック様式で改築され、内装は極めて壮麗かつ優美さも加わり、すでにロココ様式の片鱗も見られるとの評価がある。その境界墓地であるは、ロマン主義の時代には、ロマン主義者たちが好んだ強烈な磁場を持つ空間となった。18世紀に活躍したミハイル・ハイドン、フランツ・ヨーゼフ・ハインの弟もここに眠っている。また、 ロマネスク・コシック期の岩屈霊拝道、グロッタや初期キリスト教徒の地下のお骨堂、カタコンベも見学することができる。聖ペーター,ソーイン協会に隣接して、メインヒソベルクさんの岩盤をくり抜いた岩肌を利用したレストラン、シティフツケラー・ザンクトペーターがあり、フランク王国のカール大帝の宮廷に仕えた、アルキンが803年にヨーロッパ最古のレストランとして記録している。 1720年以降は、貴族や市民、聖職者たちがここに出入りするようになり、ミハイル・ハイドンもしばしば訪れている。教会墓地付近には、彼が居住したことを記した名盤のある建物もある。西暦700年頃に、ブルクベルクの山麓に創立されたドイツ五県最古の女子修道院であるノンベルク修道院もまた、かつての遺構、遺物を多く保持している。 15世紀後半に改造された三道式バシリカには1150年のロマネスク規製作の壁画が今も残っている。フランチェスコ会修道院制度は聖ペーター創院教会とレジデンツの間に一致している。後に多くの付属施設が加えられることとなったが中世の建築要素が最もよく維持された建物としてられている。それに対し、 西暦800年頃に建築された聖ミヒャイル聖堂は商人の教区聖堂としての中世の伝統をもはや見ることができない。ホーエンザルツブルク城は1七7 7年新聖ローマ皇帝ハインリヒ4世とローマ教皇、グレゴリウス7世の間に起こった女人権闘争のさなか教皇派の大司教、 ゲップハルト・フォン・ヘルフェンシュタイン一世が皇帝派の南ドイツ諸国に対抗すべく建築した防衛施設で旧市の南端メンヒスブルク山の山頂に立地する。ゲップハルトに始まった造改築は埋線編共白コンラート一世1098年頃 -1157 年の下で一応の終了を見た。赤髭王として知られる神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世バルバロッサ 在位1152年から1190年によって、ザルツブルクの町が焼け払われたことがあったが、この城はその時も無事であった。方園ザルツブルク城は、町のほとんどどこからでも見ることができ、1 3トルに、渡って続く高さ約5 0ルの高地を成している。一番高い場所、ホーアーシュトックの標高は5 0 8メートルである。城の中には、 等身大の十二使徒像が並んだ1498年建造の聖下オルクレイハイ道ザルツブルクの町の人々に時を告げる1502年制作の機械オリガンザルツブルクの牛がありいずれもレオンハルト・フォン・コイチャハ・ヒロツカサ教在位1495年から1519年の大拡張によるものであるその後も歴代の大司教により増改築が繰り返され 17世紀後半にはほぼ、現在の姿に近づいたと考えられる。内部は、ブルック博物館になっており、マヨルカ焼きの後期ゴシック様式の豪華なストーブや吹き、魔女狩りが成功した、時期の拷問具などが展示され、黄金の大広間、黄金の小部屋など、後期ゴシ様式の壮麗な部屋がある。15世紀までは大司教の住居として使用され、それ以後は弊社、または、 牢獄として利用されたが、外的に占領されたことが一度もなく、ヨーロッパ中世のものとしては完璧に保存された、稀有な例となっている。レックの塔からは北に、市街地、南に、アルプスの山々を見渡すことができる。ホーエンザルツブルク城では、毎年、国際サマーアカデミーが開かれており、世界中の芸術家が集まる。山頂へは、1892年開通の、 ケーブルカーが約10分間隔で往復している。11世紀後半の城の建設に対して、市壁の建設が決定されたのはようやく1278年になってのことであった。市壁の痕跡は今も市外に残っており、中世の都市構造はつづら織りになった工事ととによく残されている。は、ゼントルムと呼ばれる旧市街の中心に位置し、中央には、 アトラス神の噴水がある。三方を大聖堂、南、レジデンツ、西、クロッケンシュピール、東に囲まれた一角である。広場西側にはその名称の由来となった、レジデンツ、宮殿が建っている。現在の宮殿は1619年に完成したもので、歴代の大司教が居住して、政治を行った場所であり、すべての部屋の天井には、 アレクサンドロス大王の絵が描かれている。神道と呼ばれた天才モーツァルトが5歳で音楽会を開き、また、初めて自作のオペラを上演したところでもあり、モーツァルトの主人であったヒエロニムス・フォン・コロレイド、1772年から1803年は、ザルツブルク最後の大司教となった人物である。現在、レジデンツ内部はザルツブルク州立博物館となっており、 そのギャラリーには、ヨーロッパの美術品特に中世絵画が多数、収集され、中世の武具なども数多く展示されている。広場の東側には35個の鐘をつけた、新宮殿、州庁舎の首労があり、グロッケンシュピールと呼ばれるカリオンがある。1695年、大司教が、ベルギーのアントウェルペンの鐘鋳造職人、メルキオーデ・ハーゼから購入したものと伝わる。7時 11時、18時の1日3回、モーツァルトの曲を演奏する。トゥーンは東インド会社に投資して、巨額の儲けを得たとされるので、オランダのデジマ貿易の儲けがこの金の建設費を賄った可能性が考えられる。クロッケンシュピールの北側はモーツァルト広場と呼ばれ、中央にモーツァルト像があり、カフェやレストランが並んでいる。 その北のモーツァルト小橋によってザルツァフハカワウガンの新市街と結ばれている。レジデンツ広場の南側、大聖堂のさらに南には、ドーム広場があり、聖ペーター総員教会との間の狭い坂道の裾に、方園ザルツブルク上映のケーブルカー搭乗口がある。ザルツブルク旧市街には、ゲトライデ通り、ユーデンガッセ、ゴルト通り、ブロート通り、カハン通り、 新市街には、リンツ通り、シュタイン通りなど数々の道があり、中世の都市構造は、これら不規則に絡み合った細い工事によく残されおり、その街並みにはアーケードを巡らせた中庭が伴っている。また、それぞれの工事では、中世様式、ロマネスク様式、ルネサンス様式、バロック様式など、各様式で建てられた建築物や、ハプスブルク君主国の時代における、 岐阜古典的で優雅な民家を目にすることができる。旧市街、セントラル中心部のゲトライデ通りには、商店、同業者組合、業者などの装飾的な鉄細工の看板がたくさん並んでおり、現在では、デン通りと並び、ザルツブルク旧市街で最も繁華な工事となっている。デン通りは、その名の通り、かつてユダヤ人の居住したゲットをのあった工事である。 1756年1月27日に、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトが誕生したと言われる。家は、ゲトライデ通り9番地に所在する黄色い建物の4階にあり、現在は、モーツァルト記念館として残されている。1769年、時の大司教は、13歳のモーツァルトを、宮廷楽団のコンサートマスターに任命している。ここには愛用のピアノやバイオリンなどの楽器、 実質の楽譜のほか、父レオポルト、母アンナ、姉、ナンネルをはじめとする、モーツァルト一家の肖像画などが展示されている。大司教の町であったザルツブルクは、ウィーンのような有力貴族を描いており、音楽をたしなむ階級が圧倒的に不足していた。モーツァルトは、すでに家族と共に1762年には、ウィーンへ演奏旅行で訪れ、大好評を博していた。 彼がザルツブルクでの宮廷作曲家の職を辞し、ミュンヘン、マンハイムを皮切りに新天地に職を求めて旅立ったのは1777年、モーツァルト21歳の時であった。南東から北西に向かうザルツァッハ川の右岸、すなわち市の北部にあたる新市街にも歴史的に重要な建造物が残っている。その代表的なものがミラベル宮殿である。 1606年、大司教、ボルフリートリヒが、愛人ザ・ロメアルトのために建てたとされるのがである。ヨハン・カスパール・ツッカリ1677年から1717 17年の設計による。1818 18年に火災があり、その後修復され、現在は、ザルツブルク市長皇帝として用いられている。2階には、壮麗な、マルモアザール、大遺跡の間があり。 モーツァルト親子もここで演奏を行っている。2階に上る階段は、天使の階段と呼ばれ、1723年に、ラファエルドナーによって作られたものである。このミラベル宮殿のマーブルホールでは、今なおコンサートが開催されている。なお、つっかりによるザルツブルクの他の建築には、カエーターナー制度、エアハルト制度、レジデンツ、大学休館などがあり、上述した。 旧市街のレジデンツ広場、大聖堂広場もつっかりの設計による。ミラベル宮殿には1690年にフィッシャー・フォン、エルラフ派1656年から1723年によって設計された美しいが付設されている。庭園にはギリシア神話の神々の彫刻が並び、ペガサスの噴水の周りは映画サウンド・オブ・ミュージックでジュリー・アンドリュース演じる。 マリア先生が子供たちと一緒にレミの歌を歌い踊ったところである。なお、エルラッハの手によるものとしては、三次会制堂、ヨハンネス・シュピタール聖堂、ウルズリーネン聖度があり、工述する三位一体聖堂もエルラッハの設計によるものである。ミラベル庭園に隣接して音楽院モーツァルテウムがある。付属図書館にはモーツァルと関連資料が保管されている。 また、ウィーンで、魔キを作曲したという伝説の小屋が一区、保存されている。モーツァルテウムに隣接して、人形劇場がある。約1メートルの背丈のマリオネットを用いて、モーツァルトのジング・シュピールなどを上演している、オペラ劇場である。隣接して、ザルツブルク州立劇場があり、内装の豪華なことで知られる。ザルツブルクにおける、 フィッシャー・フォン・エルラッハ最初の建築と言われるのが三位一体、教会であり、1694年から1702年にかけて建てられた。日本の時計塔を有するバロック様式の教会で、ドームのフレスコ側、ヨハン・ミハイル・ロトマイヤーの手によるものである。大司教マルクス・フォン・ホーエネムスの夏の理給として建てられたヘルブルン宮殿はザルツブルク南港に所在している。 至るところに、水の仕掛けがあり、庭の石造りのテーブルから定期的に水が噴き出す。仕掛けや噴水により、王冠を浮かび上がらせる、王冠の噴水などで有名である。かつて大司教はこの宮殿に客を招き、縁も竹縄になると水を降らせて客がびしょ濡れになるのを、楽しんだという。1613年から1615年にかけて、改築され、5つの水力機械。 256体のデクを備えた機械劇場がある。庭園内にはマルクス・フォン・ホーエネムスが1月で完成させたという伝説を持つモーナーツ城、1月城があり、現在は民族博物館として利用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。